は気を引くので引いて止まったところでみんなでせーのって言ってください。Yeah.
私は1年生の時に育成バンドっていうなんか一番最初に組まれるバンドで組んで、まあ、組まれたって言い方もおかしいのかな、組まれてから3年間ずっとやってきました。で、1年生の時もオーディションで出させてもらったので、これで3回目の文化祭ステージになります。ね、ちょっと引退で寂しいんですけど、最後の引退の年にトリを務めさせていただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。で、今日体調不良でギターのウィンクがまさかのお休みっていう、ね、ずっと1週間体調悪そうで、ずっと私たちも心配してたんですけど結局来れなくて、でも3人でなしじゃなくて私は4人でなしだと思ってるので、この場にウィンクがいなくても話は4人でやってます。はい、で、次の曲の説明、次で最後の曲になるんですけど、次、オリジナル曲持ってきました。で、なんか青春ってこういろいろあって、なんか例えばこうみんながわちゃわちゃはしゃいだり海行ったりとか、そういうこう典型的な青春のイメージがあると思うんですけど、私はなんか1年生の時にちょっと課題やってて、教室で一人夜教室に残ったことがあったんですけど、それで見た外の風景とかも含めて全部こう誰が決めたこの典型的な青春じゃなくても、自分がそう思えば青春だと思ってます。で、そういうこうなんか青春が決まりきっちゃってるのが私はすごい嫌で、なんか青春ソングを書きたかったんですけど、自分の性格がひねくれすぎてて青春